はい、こんにちは、田原です。今回はですね、ランディングページのヘッダーの画像の作り方ということでお伝えさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ランディングページとかですね、作っていく中でこういった風にですね、文字入れたり、この画像の中でですね、文字を入れたり、イラストを入れたりとかしていく方法をお伝えさせていただきます。ですね、こういった風にですね、やっぱりやっていくとですね、単純なものだけではなくて、一番最初の方に例えばこういった風にヘッダーの画像をですね、ただ単純に入れていくっていうだけではなくて、オリジナル性を持たせて、そして、その内容ですね、ページの役割としてはやっぱりページをずっと読んでほしいとか、閉じてほしくないっていうことで、もっと興味を持たせていただくようにするには、やはりこういったヘッダーのところで興味を持たせていただくっていうのが大切になってきます。今回はですね、簡単にですね、例えば僕だったら個別相談会だったらこういった風なですね、ヘッダーを作ってますし、メルマガの登録ページだったらこんな風にちょっと今回はポップな感じでですね、作ることもしてみました。ぜひともですね、こういったやり方、方法っていうものをぜひともですね、作っていただければと思いますので、今回、無料で使える、このヘッダー画像の作り方っていうものをご紹介させていただきます。はい、ではですね、こういったふうにですね、ちょっと写真に文字入れたりとかするっていうので、大体はですね、フォトショップっていうような、有料のソフトを使っていきます。すごくですね、使い勝手が良くて、やれることがたくさんあります。だけどですね、やっぱり1万ちょっととか、価格がかかったりとかするので、今回は無料で、ほぼフォトショップと同じような機能が使えるフォトスケープっていうものをですね、ご紹介させていただきます。で、フォトスケープっていうのはですね、どういったものなのかというとですね、起動したかな。はい、こういったですね、画像を編集する、ソフトというか、そういったものになっています。で、このソフトはですね、無料で使えますし、まずフォトスケープの部分といくとですね、 Windows はこのフォトスケープっていうもので、選んでください。そして、Mac の方、 Mac の方はフォトスケープは、使えないので、フォトスケープ X っていうものがあります。はい、X ですね、っていうものを使っていただくと OK です。Windows はフォトスケープ、Mac はフォトスケープ X、 これをダウンロードしてください。はい、そうするとですね、やっていただくとこういったですね、ものが出てきます。はい、で、実際にですね、フォトスケープをダウンロードしていただくと、こういった風になりますので、ぜひともですね、今回やっていく内容をお届けさせていただきます。で、このフォトスケープのですね、プロっていう有料版の方もあるんですが、結構もう無料でできるものが結構多いので、ぜひとももう無料でやってしまってほしいなと思います。すごくですね、やっぱりこだわりたいとかっていうことであれば、有料版も買っていただいたりとか、あとはもう買うのであればフォトショップを買った方がいいのかなというふうに思います。はい、ということでですね、まず最初に、やっていく内容として、ランディングページをですね、作っていく、その画像、今回でいくと、ここのですね、例えば、コンサルタント事業、コーチ、サロン経営者が、みたいな形で、こういった画像の作り方をちょっとやっていきましょう。はい。では最初にですね、自分の気になってるですね、気になってるというか、入れていきたい写真をですね、選んでいきます。僕だったらもうこういった風にデスクトップに入れてるので、デスクトップから、ドロップします。はい、そうするとですね、こういった形になりますので、あとは文字等を入れていきます。さっきの内容でいくと、こういった感じですね。コンサルタント、事業、コーチ、サロンなどっていう風にやっていくので、ここで文字を入れていきます。文字を入れる方法としては、ここの挿入っていうものがありますので、ここを挿入をします。はい、そうしたらですね、矢印とかラインとかありまして、このテキストっていうものを押します。はい、こんな感じになってますね。僕はちょっとデフォルトで入ってたんで一回消します。で、ここをですね、好きな色にしますね。例えば僕だったら黒にしときます。
って入れますね。コンサルタン、うん、サルタン、ダン、サルタント、事業、コーチ、サロン、経営者が、とかって風に入れていって、ここは、あとは文字はこういった風に小さくしていって、入れることができます。はい。で、これだったらちょっと見えづらいので、僕の場合はですね、ここ、ちょっと文字を押していただいて、ここでアウトラインとかがあるので、ここを押してみます。はい。アウトラインでここでですね、こういった風に、こう文字の後ろにこういう風にですね、入れることができますね。厚さをですね。だからこういった風にしていくと、すごく見栄えがいいです。文字がしっかり見えますね。で、僕の場合はですね、結構こういう風に、ちょっと、後ろ目がぼやっとした形の、文字を作った方が見えやすいって僕個人的には思いますので、それのやり方をお伝えします。これはですね、厚さはそこまでなくても OK で、はい。どうするかというとですね、その、よいしょ、ところで影とかありますね。影とか。影っていうのはこうちょっと斜めになる感じですね、斜めに。こういったものでもいいですね。あとは影の色を変えることもできます。例えば赤とか黄色とかそういったものもできます。はい。まあそういったやり方もありますし、影ではなくて僕はこの、外側っていうこの部分ですね。これを押していただくとこんな風にちょっとぼやっとなりますので、これをですね、ぜひやってみてください。こんな風に広げることもできますし、このぼかしっていうんですね。さっきのこのぼかしですね。こんな感じのぼかしでもいいです。ちょっとぼかしすぎかなと思ったら、こうちょっと小さくしていったりとかすることができます。はい、まあ、こんな感じですね。僕は作っていてます。あとちょっと文字がですね、これ太すぎるかなと思ったら、この文字のフォントも変更することができます。ここですね、ここを押していただくといろんなフォントがありますので、ぜひともですね、自分の好きな、いいなと思うものをやっていただければと思います。はい、僕だとこんな感じにしますね。で、次、またですね、入れていきますね。見込み客を集めてスムーズに自分のサービスが売れる仕組みを構築ということでやっていきます。例えばですね、こういった、いいですかね、まあ、入れていきましょう。見込み客を集めてスムーズに。はい。っていう感じでできますね。こんな感じで入れて、文字の大きさを変更することもできます。で、例えばこういった部分で見込み客をっていう部分をここを赤色にしたいよっていう時どうするかというとですね、ここの見込み客っていうところだけを変更して赤色にするのができるかというとですね、ちょっとこれが実はできないんですよ。フォトショップであればですね、そういった部分的な部分だけ変更することができるんですけど、このフォトスケープっていうのはちょっとできないので、文字を変えたいとか文字の色をそこだけ変えたいっていう時はそれだけですね、ちょっとテキストを作ります。これもちょっとカットしていただいて、で新しくテキストを作ります。こんな感じで、でここで文字を赤にしたりして、あと大きくねこう見せるとか、こんな感じですね。で例えばスムーズにっていうところもやりたいのであれば、ちょっとここスペース空けてあげましょうか。さあ同じようにスムーズに、スムーズにって一緒に入れた方がいいな。はい。そしたら例えば、何色がいいですかね。黄色とかがいいかな。で例えば背景としてもちょっと色を変えてあげるとかすることもできますね。ちょっともう暫定なんで仮で作ってます。こんな感じのもできますね。で自分のサービスが売れる仕組みを構築とか、これもですね同じようにやっていきますね。はい。ここで文字の入れ替えたりとかしていきます。自分のサービスが売れる仕組みを
構築と、はい、こんな感じでやっていきます。はい、ちょっと僕の顔が見えなくなっちゃってるんで、ちょっと上に上げます。はい、っていう感じですね。できます。これもいいですね。なんかなんだかんだでインパクトあるな。ほい。で、次の段階、もう一ついくと、例えばここに黄色い線とかね、入れたいっていうことであれば、このままですね、線っていうのは入れたらそのままになっちゃうんで、ちょっとこれだったら格調悪いので、黄色い線をつけたいときは、また同じように今挿入で入っていると思うので、このラインってものを押します。そしたらここにですね、例えばこんな風にラインを作ることができます。一旦ちょっと作ってもらって、これを次はですね、さっきみたいに黄色のちょっと蛍光ペンっぽくするということで色を変更します。はい。で、あとは例えば厚さとかこんな風に変更しますね。で、これを一応ずらします。ういっと、はい、こんな感じもできました。で、これでですね、ちょっと文字の上に来てるんで、文字のですね、背景の方にちょっと入れたいなっていうことであれば、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ということであれば、この蛍光ペンのところをもう一回やって、ここにですね、背景移動っていうボタンがあるので、これを押します。はい。そうしたらですね、この文字の後ろに来たので、結構いいかなと思います。あとはちょっと文字の位置とか、ここの蛍光の棒の位置とかをちょっとずらしてみて、いい感じに配置をさせていただきます。こんな感じでいいですかね。ほい。ということでですね、画像を作ることができました。結構いい感じですね。はい、こんな感じでですね、写真の上に文字をきれいに入れていって、オリジナルのものを作ることができます。次はですね、例えばこういった風にちょっと枠入れたいとかっていうことであればどうするかっていうものでやっていきます。で、このフォトスケープとかっていうのは一からこう作り上げるっていうのはできなくて、画像の上に画像を置いていくっていうイメージです。はい。なので、例えばこういった枠をつけたいっていう時も、あらかじめですね、ちょっとこう透明な枠とかをですね、つけていただくといいかなと思います。そういう時は、画像を追加したい時はここのイメージっていうところを入れていただいて、そしたらですね、何か出てきますので、これを例えばこう置きます。はい、こんな感じでできますね。で、さっきみたいにちょっとこういう風にね、真っ白だとおかしいので、ちょっと透明感を出したいっていう時であれば、ここの画像をクリックしていただくと、この不透明度っていうのがあるので、これをやっていきます。そしたらこういった風にですね、ちょっとだけ白くなったりとかします。で、これをサイズ変えたい時とかっていうのは、こういった風にできます。で、さっきみたいにですね、こういう風にちょっと横長にしたいよとか、このちょっと縦長のバランスがおかしいので、そういう時どうするかというと、この縦横比を固定っていうところがあるので、それをチェック外します。そうするとですね、さっきここの横しかできなかったんですけど、こういった風にサイズも変更することができますので、自由に使うことができます。簡単になんか白の、画像をですね、1個作っておくと後から便利です。はい、こんな感じですね。じゃあ次行ってみましょうか。そしたら、例えば、月収100万円を安定して稼ぐためのとかっていうことがあるので、これも同じ文字ですね。文字を入れていきます。月収100万円を何だったかな？安定して稼ぐためのして稼ぐための、ちょっとやっぱこういった風にですね、後ろに白があるとやっぱり見やすいですね。はい、集客マーケティングスクールとかですね。また文字入れます。はい。おい、ちょっと待ってくださいね。はい。集客マーケティングスクールと。
マーケティングクラブかな、スクールクラブですね。今僕がやってるのはですね、こういったクラブをやっててですね、集客マーケティングクラブということで、SMC というふうに僕はつけております。はい、こんな感じでやっていきましょう。で、こうやっていくとやっぱりこう文字こういうふうになりますし、あの帳体かけたいとき、例えば同じようにここ縦長比したらこういったふうに帳体かけることもできるので、ここは自分の好きなようにやってみてください。はい、で簡単にできますよね。で、さっきのここの文字の入れ方とかはさっきと同じようにちょっとバランスよくとかやっていけばいいので、ちょっと省略してもいいかなと思います。まあちょっと後でやりましょうか。はい、じゃあですね、こういったふうにちょっとグラデーションをつけたいっていう時でちょっとお話します。文字のグラデーションをつけたい時は同じようにこの文字を選択していただいて、そしたらここのグラジエントっていうのがあるのでこれを押します。そしたらですね、上から下にですね、流れる色を選ぶことができます。僕だったらこんな風にですね、ちょっと色を、例えば紫からでもいいし、ちょっと赤っぽいところから、こんなのもかっこいいですね。ここはちょっと黄色っぽいとか、こういった形の方がおしゃれだと思うので、やります。まあ、こんな感じでもいいですよね。ここはですね、センスです。ああ、こんなんもいいですね。はい。という感じでやっていきます。あと、僕もうちょっとこれ太くしたかったんで、フォントのサイズを、フォントの種類を変えたりとか、ですね、こんな風にすることもできます。ちょっとリッチな感じでしたければ、ゴールド系ですね。例えばこんな風にも、ここら辺でも画像、あの色がいろいろと選べますので、ぜひともいろいろとやってみてください。あ、こんなのかっこいいですね。どうかな。はい、いいですね。こんな感じでやっていきましょう。はい。で、例えば、集客マーケティングクラブ。SMC ということで。これもですね、さっき言ったお話しさせていただいたように、ちょっと一個ずつしかできないので、やっていきます。ちょっとこれが残ってるんで。やっていきましょう。はい、SM とかね、 M、 あとは C とか、めっちゃ地味な作業ですけど、うん、クラブとかいいですね。じゃ、集客ちょっとグレーっぽくしようかなと思ったらグレーにしてもいいし、ちょっとね文字小さくした方がさっき見た SMC って分かりやすいんで、こんな風にやったりします。よいしょ、集客マーケティングね、クラブ、ちょっと喋るのがなくなってきますね、ちゃんとやってたら。ほい、OK です。まあ、こんな感じでですね、集客マーケティングクラブっていう感じで作ることができました。はい。じゃあここら辺ちょっとしましょうか。3ヶ月以内にとかっていうふうに書いている。ちょっとこういう見出しがですね、あったらキャッチーな感じなので、それを作っていきます。はい。そうするとですね、送料の中で、同じように画像を作ってもいいんですけど、例えば、この図っていうものがあるので、その中から選ぶこともできます。僕がですね、使ったのはですね、吹き出しの感じだったので、吹き出しあったかな、あ、こんな感じですね。これを入れます。選んでいただくとこんな感じになります。で、同じようにこれだけだったら、ちょっとこんな縦比の
の率になっているので、これを崩したいときっていうのはここですね。これを消していただいてギューッとやったりとかします。大変かな、僕の顔があんまり見えなくなっちゃってるんだけど、ちょっとそういうところはね調整してほしいと思います。見えますかね、今ここちゃんと横にバランスよく真ん中にしたい時とかちゃんとこう出てきますんで、緑、青の線とかがで綺麗にすることができます。ういっと、でこれを例えば赤にするとかですね、はい、こんな感じでできます。で、3ヶ月以内にとかですね、これ入れます。同じようにテキストから。これでもかっこいいな。でもこの集客マーケティングクラブをちょっと目立たせたかったんで、ここのグラデーションとかはなしにしときましょうか。よいしょ。ね、こんな感じですることもできます。ほいっと。です。っていうのもできます。あとはちょっとこんな風にピョンピョンってするのとかは、自分で、記号を使ったりとか、ね、してもいいですし、こういったものもあると思いますので、ね、こういうので使ったりとかしてもいいです。と。同じように。使ったりとかしていって、よいしょ、これでちょっと反転させたりとかね、そういったものもできますので、よいしょ、ちょっと工夫して作ってほしいなと思います。はい、こんな感じでできますね。この辺はバランスよくやってみてください。で、この矢印ですね、さっきと同じように、入れていきましょう。さっきの図のところから矢印があったのでですね、矢印を持ってきて、で、これもちょっと水平にして、ういっと。ういっと。で、こういうふうにして、こういうねちょっと色つけたりとか、これもグラデーション使ってるんですね。こういうグラデーションとか、何がいいかな、黄色系がいいかな、黄色系、こんな感じにしましょうか。あとはちょっと横長にしたりとか、こんな感じにしてもいいし、ういっとですね、こんな感じに。ういっ、でもう一個ここ作りたいときはですね、これ複製もできます。これでここのですね複製っていうのがあるので、これをボタンを押すともう一個出てきますので、これでやっていきます。はい、そうするとですね、こんな風にサムネイル画像ができました。ちょっとですね、さっきのここでやってる、サイズとかと少し違いますけど、ここも調整することできますので、ぜひやってみてください。で、これでですね、保存をします。で、後からこういった、文字等も修正したりとかは出てくると思うので、プロジェクトの、保存っていうものもやっておくと便利です。プロジェクトの保存とこのファイルの保存がちょっと違うので、プロジェクトの保存しなくて画像の保存だけしてしまうとですね、後からこれ修正したいという時にまた一からやらないといけないので、ぜひとも、もう完成するまではプロジェクトの保存もぜひともしておいてください。一回ちょっとこれもしときましょう。プロジェクト1とかですね、はい、して、あと画像としても保存しておきます。別名で保存1の画像をと、はい、しましたね。そうするとデスクトップにここ出てきてますので、やることができます。はい、ではですね、こういったふうに今できました。例えばさっきのですねテストの、
最初の方でですね、また別のこのランニングページを作るページの動画もあったんですけど、ここのヘッダー画像を変更したいっていうところでご連絡させていただきます。変更するときはですね、こういった風にやっぱありますね。でもう普通に画像をですね、これはもう挿入するだけです。ここはもうヘッダーはいらないので、ヘッダーをもう削除しちゃって、ここのメディアの追加っていうところから、さっきのメディアですね、画像をダウンロードします。そして、ここのサイズがフルサイズになっていることを確認して、で固定ページに挿入で押すとこんな風になります。で更新ですね。はい、そうするとどうなったかっていうと、こんな感じですね、ヘッダー画像が作ることができました。はい、ということでですね、まあ、こんな感じで、あとはですね、こういった風に上の方に文字入れたりとかしてもいいですし、下の方にまた入れたりとか、あとはこれ僕もですね、これ一つのこれ画像で、上はまた一つの画像、その下もまた一つの画像っていう風にやってますので、画像と画像をどんどん組み合わせていってですね、作ってください。で、作ってみて、これも簡単にですね、実は撮れちゃうんですけど、よいしょ、さっきの文でいくと、またここヘッダーにさっきの文入れたいなということであると、このヘッダーの上のとこにですね、また画像を入れてあげときます。はい、そしたらこんな風に出てきましたね。そしたらこういった風にできます。はい、こんな感じでですね、ヘッダー画像を作ることができました。こうするとですね、やっぱり一番最初に目に飛び込むんでですね、ぜひともですね、やってみてほしいと思います。で、もう一個ですね、ここの注意点としてはですね、ここのサイズ感がなんかちょっとずれてるなっていうことがあると思います。で、ここの画像を作る時のサイズっていうのがやっぱありますので、ぜひともこのランディングページとか、こういった時に、横の幅を設定すると思うので、これで言ったら1100ですね。まあ、1100なのであれば、この画像、さっきのこの画像ですね、画像を作るときも1100、横は1100にしておいた方が綺麗です。はい、で今のですね、サイズを確認したいときはここ一回ちょっと閉じてもらって、もう一回編集をしますね。そしたらこのサイズ変更というのがあるので、これを押してください。そしたらここの部分でサイズが出てきますので、ここでですね、サイズ変更とかしてみていただけるといいと思います。ほい、適用と。画像が小さくて文字が大きくなったな。でここら辺はですね、またちょっと調整して綺麗に収めていくと、後から綺麗な画像が作ることができます。まあ、やるとしたら最初からですね、最初のうちでこういった風に、外のこの画像のところだけは綺麗にサイズ変更しておいて、そこから文字を入れた方が後からの手間がこんな風になくなりますので、やってほしいなと思います。ということで、今回はですね、このヘッダー画像の作り方っていうところで、紹介させていただきました。どうもありがとうございます。